します。せー、最高でした。共演楽しかったです。とてもいい作品なので皆さんぜひ見てください。この葛西潤が全部覆してやるよ。はい、大谷選手、はい、プロレスラーに聞いてみたシリーズ、はい、僕が今から言うワードに対して、はい、何か答えていただければ。はい、わかりました。はい、いきます。アントニオ猪木。うん。猪木さんは、僕がプロレスと出会った時に、初めて憧れた人。そしてずっと目標でいる人ですかね。僕は小学校2年生の時に、テレビで、見たんですよ。たまたまうちの親父がプロレスを見て、金曜日夜8時ですね。テレビつけて見てるとこに僕が横にたまたまいて、画面に映ってるのを見て、僕それはプロレスというものも知らなかったんです。で、こう、画面の中で、いや、だからもう猪木さんも知らなかったんですよ。でも画面の中で、日本人が大きな外国人と戦ってるってイメージで見たんですよ。それ後々、分かったんですよ。猪木さんとスタン・ハンセンだったんですね。スタン・ハンセンって言っても、まだ、これからアントニオ猪木のライバルになるかぐらいの、若い時のスタン・ハンセン。でも、大きいイメージだったら僕からしてみれば。大きな外国人に立ち向かってる日本人っていう絵だったんですけど、それを見た時に、すごいなと。よし、僕はこれをやるんだ。と思って、プロレスラーになる、プロレスラーを志す、気持ちを与えてくれた人ですかね。もうそれからずっと、プロレス、猪木さん、できてますからね。初めてお会いした時のエピソードというか、印象はどうでした？まあ、当然試合とかは僕山口にプロレス界で行ってたんで、はい、会場では応援してますけども、お客さんとしては、あってはいますけど、これはまあ、もういろんなところでお話ししちゃってるんですけど、僕、いわゆるホテル追っかけをしてたんでね。うん、追っかけをしてた。うん。山口県来た時に、よし、選手はここに泊まるであろうってちゃんとリサーチして。リサーチしてでもあの時今ほど便利じゃないですから。でも、多分、まあちっちゃい町ですから、多分このホテル可能性だろうってそこに全部電話して、聞くんですね。新日本プロレス泊まりますかって。そしたら、どこもやっぱり、泊まるとは言わないんですよね。いや、ご予約受けてませんって言って、あれっていう中で、でもこれ言わないんだろうと。でもその何件か電話した中で、子供ながらに一件だけ、ちょっと、挙動不審だった。強そう言ってんだ、みたいな。新日本プロレス、少々お待ちください。ご予約は開けて待っておりません。本当ですか？本当です。みたいな。ここだと思って。そしてその試合がある日、ホテル行ったんですね。試合夕方からですから。昼行ったらもうね、バスが止まったんです。バスが。間違いない。ただと思って、そして、でもその時も金曜日の夜8時やってるじゃないですか。まあ、そうですよ。ホテルの前も、人だかり、もうバスも止まってるの分かるんですよね。もう山口、その日はもうお祭りですって言ってみれば、もう、プロレスが来るっていう。そしてバス止まってて、ロビーがガラス張り見えてね、みんなもうへばりついて見てんだ、こうやって。で、エレベーターから人出てくるためにみんながドキドキ大騒ぎしてるんですよ。来るぞ、来るぞ。下がってわーって。さあ、ビーンと、あれだ、中堅のあれだよ、とか、あれだって。あれスタッフだよ、みたいなワードを言ったりしながら。そしたら何回目だね、猪木さんができた。そしたら、ピャンってきた。そしたら、ホテルの外、大猪木コールですよ。大猪木コール、ホテルの外。ラーケーって言ってるからね。でも猪木さんも当たり前なことなんですよね。普通になんか、その、ファーっとフロントの方行ってフロントの背なんか走ったんですか。僕ね、その後プロレス観戦行くでしょ。プロレス観戦を身にまとってるんですよ。闘魂、あちまきと。なぜかこの、藤波辰巳、木村健吾、IWGP タッグ記念ジャンパーっていうのを、通信販売で買ったんですよ、15,000円で。それと、なぜかここにシューティングレガーつけて。やばいじゃないですか。そうそう、シューティングレガーつけて、でも、本当にもう時効だからですけど、スーパー夜忍び込んで、大安いの上り持ってきて、その上りこう、付け替えて。で、僕、上りを全試合で振りたかったんですよ。だから僕、諦めてないけど、新日本プロレス何やって書いてあるんですよ。新日本プロレスどうだなと。はい。猪木とか、うちのみじゃなくて。新日本プロレス、なんか、強いな、なんか、子供なんか何かとか覚えてないんですけど、こう思ってて。外いるんですね、僕仲間と一緒に。友達いるんですか。そして、猪木さんという瞬間ね、大猪木コールに乗って、僕はもう自然とね、この登りを友達に預けて、ふわーっと入ってきちゃったんですよ。ホテルの中に。ホテルの中に入って。でも、そういう状況になると分かって、ホテルの警備員がやっぱ、ガーッと玄関前にいるんですよ。で、玄関前で僕真ん中通ってこう、よくしたら、ほんと綺麗にこう、両脇抱えられる。ほんと漫画のイメージでは僕は、宙足浮いてわーってやってるイメージですよ。で、この、俺坊主入んなみたいなこと言われて、こうなってて。で、僕が来た勢いで、自動扉開いたんですよ。そしたら猪木さんがフロントで話してるでしょ。今しかないと思って僕ね、猪木さんに、猪木さーんって。猪木さーんって2回呼んだんです。そしたら猪木さんが、んってこっち見たんです。もうこの声、今でも覚えてるんですよ。パッ見てて、ニヤッとしたんですよ、猪木さんが。この、僕を見て。ニヤッとして、そしたら猪木さんが、その警備員2人に向かって、話してやってる。おおだから、警備員からすれば天下の何十人ですから。えそしたら、話してやってる。そしたら警備員さんも、はいみたいな感じで話して、僕はスパッ着地ですよ。そしたら猪木さんがね、僕に向かってね、こっち来いって言ったんですよ。うわぁ、猪木さん呼ばれたと思って、もう、ホテルの外では、あいつ行きやがったみたいな雰囲気になってるんですよ。そこで、猪木さんのとこをこう歩いてる。もうイメージではほんとね、足とは一生分かんじゃん。緊張なもんですね。それで行って、ほんとに猪木さんとこのぐらいの距離かな行って、こう僕こうやったらね、猪木さんがね、ぐるっと僕の顔近づいてこう見て、猪木さんが、何の用だって言うんですよ。何の用だって言うんですよ。考えてみてください。何の用だはないでしょだって。ないですね。鉢巻きして、赤い闘魂タオルつけるんですよ。3,500円で買った。で、レガース履いて、サインも欲しけりゃ、握手もしてほしいわけじゃないですか。何の用だって緊張で怖くて、こんなわーってなってたら、お前さっき俺呼んだじゃないかって言ったんですよ。確かに呼んだんですね、僕この時。2回呼んだんですよ、猪木さんって。なるほど。呼んだから何の用だ。なるほど。と思いながら。でも猪木さんは要はもう子供サービスですよ。ファンサービスに何こう言ってくれてるんですけど、そしたらね、勇気を絞って、サインくださいって言ったんですよ。うわ、言えたと思って。そしたら猪木さんが、色紙はって言ったんですよ。外に置いてたんですよ、色紙。やっちゃった。やばいなぁと思って、パッと見て友達に、こうやってたら、色紙をこうやってるんですよ。でも、取りに行ってる間に部屋行かれたら、そうですね。僕ね、ひらめいたんですよ。タオル巻いてると。その赤い闘魂タオル。通信販売3,500円買った刺繍で見るの、さんが入ってるんですよ。刺繍の横にちゃんとしたサインも入れたら最高だな。このタオルにサインくださいって言ったんですよ。猪木さん、おい、いいぞ。猪木さん、こっち持ってくれて、僕、こう、こうって、こう行こうとしたんですよね。猪木さんが、マジックよこせって言ったんですよ。ないですよ、マジック。パッと見て、マジック持ってるんですよ、友達が。出て、意外と猪木さん待たせなきゃいけないな。どうしようと思ったら猪木さんがね、フロントの女性に、すみません、マジックありました。そしたらね、後ろの女性がバーッと分かりました。卒業でしょ。子供ながらにね、マジックありますかっていうセリフをこんなにかっこよく言える人がいるんだと思って、そんな感覚ですよ。マジックありますかって言って、それで入ってきたらそれをこうバーッと書いてください。バーッと。要はその時タオル物で猪木さんとつながってるのは世界で僕だけですよ。ああ、はい。でその時の感動で僕、猪木さんね、猪木さん僕新日本プロレスに入ります、プロレスラーになって新日本プロレス入ります、よろしくお願いしますって言ったんですよ。そしたら猪木さんが「よし待ってるぞ」って言ってくれた。おお、はい、言ってくれて「ありがとうございます」って言って、僕はもう子供ながらに分かってますよ、ファンサービスと。分かってるけどね、僕次の日学校行ったらもう自慢しまくりですよね。僕がこう朝学校ホームルームの前にね、教壇に立つわけですよ。ちょっとごめん、みんな聞いてくれ。俺はみんなに伝えなきゃいけないことがある。俺はプロレスラーになる。だ僕もういつも言ってることだから、はい、分かってる分かった、はいはい、なん言ってんだよって言うんだけど、違う。ちょっと状況が変わってきた。お前らだ昨日プロレス来たの知ってるだろ、知ってる人俺行ったもんみたいなのがいるんですよ。俺実は昨日試合前、猪木さんと階段を持った。確かに話は大きくなってるけど、はい、かなり大きくなってますね。でもやっぱり2人で話してるわけですから。はい、はい、話したってことって言うから、そうそう、2人きりでな、つって。わーって、まあ、友達はなんかの、とか部屋で2人でみたいな感じになってるわけですよ。2人で話したの。そう、どうなのって言って。そこで、猪木さんが、猪木さんに、俺、スカウトされたと。でも、話は大きくなってるけど、待ってるぞって言ってるわけですから。20% ぐらい合ってるじゃないですか。はい、スカウトされたんだ。そしたらもうね、田舎の友達ですから、本当かよ、本当かよ、本当なんだ、本当なんだ。もうみんなちょっと離れ離れになるけど、俺、複雑になるから、みたいな。って言ったという逸話がありますね。これが猪木さんと初めて直接会った。新次郎少年、面白すぎますね。そうなんですよ。入団されて、覚えてました？いや、そんな覚えてるわけないし、猪木さんの山口で僕あったの覚えてますかっていう会話ができないんですよ。僕の方から、こう、そういった質問をすることは絶対できないですから。シャワー浴びられますでしょうか、ご飯をお先にされますでしょうかとか。はい。そうですね。入団しちゃったらもうそうだと思います。そういう感じなんですよ。でも猪木さんは、道場に、いつも来られるわけじゃなくて、でも来られるときは、猪木さんお付きの方から、この道場に連絡が来るんですよ。今日何時頃行くって。その後やっぱり、一人パッとつかないといけない。いつも、基本、みんないたら大体石澤さんとか、その後だったら藤田選手とかがいつも定番だったんですけど、この石澤さんとかおられない時とか、いない時に、僕何度かついたことあるんですよ、猪木さん。これはまあ、嬉しいですよね、僕は。その時本当僕、道場僕しかいなくて、僕ちゃんこ番でいて、でも、猪木さんついたらちゃんこ番できなくなるけど、しょうがないんですよ、それは。僕しかいなかった。猪木さん来られて、練習準備用意出して、で、その後、猪木さんと、多摩川行くぞ。一緒に多摩川走るぞ、ずっと。約10キロのコースがありますけど、二人でこう走るでしょ。でも猪木さん、もうゆっくりではあるけど、走るんです、ちゃんと10キロ。走って、バーッと。道場行って、ストレッチして、ちょっと上トレーニングやって、で、その後リング上がって、また柔軟したと猪木さんが、スパーリングするぞって言うんですよ。僕からしたら夢のような時間じゃないですか。はい。お願いしますって言って、で、猪木さんと、まあこの、グラウンドですけどね、グラウンドのレスリングのスパーリングですけども、立ち技じゃなくて、グラウンドレスリングの中で、猪木さんがこう、余裕持って裁かれるわけですよ。こう、取ろうとしても。でも、僕も全然未熟ながら、やっぱり毎日、すごい人たちでやってるから、少なからずちょっと、自信持ったりするじゃないですか。で、僕はね、こう、バーッと、なんか、猪木さんの足を取れたんですね。で、あれと思ったんですよ。で、こう、もうアキレス腱入る寸前のところに行って、あれ僕の中で、本当偉そうですよ。偉そうですけど、いいのかなと思ったんですよ。ね、こう、ガーッとやっちゃいけないなと思ったんですけど、で、もうダメですね。ビビリですね。ちょっと、戸惑った猪木さんが、決めろって言われたんですよ。すごく、一生懸命僕なりにアキレス腱取ったんですね。そしたら猪木さんは涼しい顔してるんですよ。あー、いたしたね。はい、で、まあ、後にしたら、猪木さん足首が強いって聞いたんですけど、はい、でも、僕なりに、取ろうとして、ポイント取ってやったんですけど、全然効かなくて、はい、で、猪木さんが、いいのか決めて、って言われて、猪木さんは逆に取って、僕すぐタップになったんですよ。それで、その時僕その話も知らないし、足首が非常に強いとか、本当にすごいんだなと思って、で、その後も、まあ、道場僕一人でしたからね、シャワー浴びられて、最後お見送りするまで、一人だった。まあ、大変でしたけど、すごい、なんていうんでしょう。その時も、下手したら僕、今もまだプロレスファンですから、うん。憧れのままですよね。やっぱり。やっぱり、でも、いまだにやっぱり、猪木さんもいたらこうなっちゃいますし、やっぱり、今、ね、誰がついてるかわからないですけど、ついてるとすごいですよ。ずっと猪木さんついてね、ちゃんとこうお世話できるの。僕らも緊張でもう多分失敗ばっかりになりますから。それぐらいもういつまでたっても憧れの方ですね、猪木さんは。ありがとうございます。いや、そうだ。それでちょっと話しすぎていいですか。そんな猪木さんが、うちの靖国大会に去年出てくれてる。ああ、そうですね。はい。これもまあ僕、なんか、本当もう、とんでもなく感動したんですけど、猪木さんが靖国大会に来場してくださって、でなんとかこうリング上がってくださって、リングで猪木さんが、ちょっと冗談交じりの話しながら、ね、まあ今回はあれだ、大谷君頑張ってるから、なんかできることあればと思って、って言ってくださったんですよ。ね、お恥ずかしい話、僕、おそらくですけど、大谷って言われたの初めてなんですよ。もう下手したら、猪木さん、僕の名前も知らないんじゃないかと思ってましたね。僕からの話でもないし、道場とかでお世話させていただいた時も、これあれあるか、とか、感じでしたから、大谷君、でも、君つけたとしても、大谷って言ってくださったから、僕、下手したらもうね、この世界って、もうちょっとで30年ぐらいでやっと、言っていただいたみたいな気がして、もうね、その瞬間、もうたまらなくなったんですよ。で、靖国大会、靖国神社の奉納プロレスって、はい、力道山先生の時代からやってるんですよね。で、それからもう何十年もなくて、うちがまた始まるようになったんですけど、おそらく、誰か言ったんですよね。まだ、生きておられる方で、はい、その、昔のホームプロレス出たことあるのも猪木さんだけなんですよね。猪木さんが、猪木寛治って名前で、出られてるんですよ、記録見ると。まあ、そういったものもあって猪木さん今回出ていただいたのかもしれないですけどね。本当に感無量というか、感動でしたね、猪木さんが。靖国大会に来てくださったこと、大谷って呼んでくださったことが嬉しかったです。